ではこれより2019年度サービスエンターテインメント案の発表を始めます。今年度は深い都市郊外型高齢社会のコミュニティ形成に続きまして、スポーツを切り口に研究活動を行いました。まず昨年度の研究からの問題意識です。高度経済成長期から大都市郊外に居住している、高齢者の貧困化、またその高齢者たちの健康な体であるんですけれども、その方々が社会から切り離されている、それが孤独化であるという問題意識を持って今年度の研究を始めました。そこで比較対象にしましたのがアメリカにあります全米退職者協会、通称 ARP です。日本は宗教がなく、また国民皆保険が充実しているというのは対象に、アメリカには歴史的な街づくりの中の中心に教会がある、また ARP に入ることによる医療費の補助等があることで、社会を共に支えるパートナー関係が日本では高齢者は行われていないという解釈を得ました。そこで大都市の高齢者の役割取得について考えました。住民同士のつながりを目的とした基盤を構築するという仮説のもとに、地域を共有している人々のコミュニティの形成、またソーシャルキャピタルの創出において、これらを目的としたきっかけ作りに注目しました。ここで孤立した人を作らない包括的な社会、また信頼関係を構築していく社会という名目のもとに、スポーツを利用した社会形成についての考察を行いました。遅延血縁をモデルとしたボンディング型のソーシャルキャピタル、また穏やかな関係性を重視しているブリッジング型のソーシャルキャピタルを基盤に、伝統文化や歴史的背景を持つその土地とは少し異なる関係性という切り口で、ソーシャルキャピタルの考察について考えました。そこで、誕生してくるのがスポーツの、社会の素材としての力です。他者との豊かなコミュニケーション、高社会的行動の普及、帰属意識の醸成、また新しいつながりをもたらす可能性に着目し、スポーツの社会的効果には様々な視点から研究が進んでいることが分かりました。研究方法としては文献研究、またフィールドワークをこちらに掲載している内容で行いました。で、研究の全体構成に関しましては、 J リーグや B リーグといった、観戦をメインとしたスポーツが人をつなぐ可能性、三角型のスポーツとして社会的役割の検討についての考察を行いました。まずスポーツの観戦型コミュニティ形成についてですが、血縁遅延をモデルとした可能性として4つのものを、置きました。チームや選手への関心と応援から始まる帰属意識の喪失、焦点の定まった集まりの中から発生する現実逃避的なリアリティ、スタジアムという場への愛着、またそのスタジアムを社交の場として機械として活用すること、以上の4つに着目しました。スポーツのファンであるということにもコミュニティ形成の力があります。まずスポーツや選手、地元の地域への愛着があることによって、チームアイデンティフィケーションというものが生まれます。しかしそこに同じ愛着を持つ他のファンとの関わりを用いる、ファンコミュニティアイデンティフィケーションを持つことによって、より強固なチームアイデンティフィケーションが形成されます。内容としましては、勝敗や順位によってチームへの愛着度が変わらないこと、スタジアムへの滞留時間が増加することが挙げられます。これにより関係者同士のコミュニティの形成、またソーシャルキャピタルの創出のきっかけになるということが分かりました。次にクラブを核とした地域、ファン、スポンサーの関わりについてご説明します。クラブをまたいだ伝統文化の交流、スポンサー企業の横断幕、またサポーターによる積極的なボランティア活動の推進、スタジアムをきっかけにしたファンの結束、これらは地域やサポーター、スポンサーが一体となった共有価値の創出、サポーターがクラブ価値を高めているといった CSV や CSR にあたるということが分かりました。次に、私の方からはスポーツ参画型のコミュニティ形成についてお話をしていきます。まず、機運、現状、ポテンシャルからサイクリングの街づくりができるのではないかというような仮説を立てました。そこから実際に、参画型スポーツの実現が可能なのではないかというようなことを検討いたしました。そこから生まれてくるものは関係人口の増加、また高齢者の役割取得などが、この2つが創出できるのではないのかというふうな考えを持ちました。
その中で、サイクルツーリズムが社会的にどのような役割を果たすかということに関して私たちは研究をしていきました。事例といたしましては韓国の、ヤンピョン、しまなみ海道、この2つを、事例に挙げます。優れている点といたしましては、レンタサイクルの充実、サイクルコースの明確化、インバウンド対策、高齢者ボランティア参画が進んでいるということです。具体的に言いますと、ヤンピョンでは実際にサイクルステーションなどで高齢者が実際にサイクルリストのサポートをしているというような事例が挙げられました。またこの2つの地域は多摩地域との実際に似ている部分が見つけられました。また先行事例の分析といたしましては、高齢者の役割取得という面で支援型とプレイ型の2つを創出できることが分かりました。その中でソーシャルキャピタルの創出に関しましては、信頼と規範とネットワークが、実際に創出できるのではないかというような結論に至りました。そのことによりスポーツボランティア役割取得とソーシャルキャピタルの創出に寄与すると言えるということが、この結果から分かりました。また私たちが研究した内容が現実的に玉で可能かどうかを、チャリカフェの店長かつオートバイクの経験のある方々で実際ヒアリングを行いました。ヒアリングの内容としては、高齢者のボランティア参加の可能性などの啓発の質問をさせていただきました。その結果、専門知識が必要になるボランティアの内容は NG、 スルッといえ参加モデルも可能、そしてしまなみ海道国内で一番魅力的なツーリズムであるといった情報が得られました。ヒアリングの結論としては、多摩でのサイクルツーリズムを行うことが可能であるということが分かりました。以上のことから、多摩でのサイクルツーリズムが理想的なものになるために必要な要素が5つあると考えました。そしてこの5つの要素が、多摩でのサイクルツーリズムの課題となると言えます。また多摩にはさまざまな観光資源があります。私たちはそういった観光資源を実際多摩のサイクルツーリズムに取り組みたいというふうに考えました。結果、韓国のヤンピョン、パイタムの事例参考にこのようなコースを考えてみました。多摩のさまざまな観光資源、そしてサイクルツーリズムといった大きな柱でそれらをうまく組み合わせることができれば、三角型スポーツ文化の実現によるコミュニティ形成が可能ではないかというふうに考えています。最後に全体的な結論です。スポーツ観戦行動は、地域アイデンティティの醸成、コミュニティの規則意識や、規範の創造だけでなく、総合性の安定や、連帯感の向上にも寄与するということと、スポーツ参画型ではスポーツボランティアを通じてソーシャルキャピタルを創出する可能性はあるということが確認できました。以上のように孤立した住民をつないで、新しいコミュニティを創出することを考える際に、スポーツというのは、有効な方策として大いに期待できると言えます。次は参考文献になります。ご清聴ありがとうございました。はい、どうぞ。大変面白い、発表ありがとうございます。お疲れ様でございます。夏の発表からだいぶ変わったなっていう印象なんですけど、夏までの研究の成果からその今の今回のこの形に至るまでの間に、写真結構です。どのような、葛藤があって今のこの発表の流れに行き着いたのかというあのことをお聞きしたい。それとすごい小さいことなんですけど、参考文献の中に EHK のスペイン内政党コミンテルンっていうのが入ってるんですけど、これはこの中のどのような形に生かされてるんですかっていうのをちょっと聞きたいです。以上です。ありがとうございます。スポーツ、基本的に自転車は変わってませんと思ってます。我々の中では、もし変わったように、見えたのであればそこは頂戴します。どちらも最終的には、三角型であったら、サイクリングで、観戦型であったらそのスポーツの J リーグやって、J リーグのヒアリングを夏の発表の後に行ったんですね。なのでかなりそこで内容変わってきたかなと思います。でそこで見えてきたのが、 J リーグのクラブっていうのがクラブが中心となって、そこにスポンサー、その所属している地域でファンの3つの分野が関わってきてきて、ソーシャルキャピタルを、創出する形態ができます。そしてそこに集まっているサポーターたちでファンというコミュニティができているっていうのが我々の中で見えてきたので、かなり夏の発表とかなり変わってきた点はそこかなと思います。で、参考文献のスペイン内戦についてなんですけれども、これ、ですね、
最初の研究の内容発表一番最初に行った時にサッカーのモデルをヨーロッパに着目したんですね。でなんでスペイン内戦になったかっていうと、ご存知かもしれませんが、スペイン、今ラリーガはバルセロナとレアルマドリードって2強の状態なんですけど、レアルって関するチーム他にもあるんですよ。レアルソシエダとかいろいろあるんですけど、あの名前を関するチームっていうのは当時のスペイン内戦の時に、国王の軍に所属した地域なんですね。でレアルっていうのを関してるんですけど、でそれに迫害っていうか、対抗していたとかバルサとかそういう地域だったので、そう、地域のコミュニティがそもそもある、そこで地縁血縁というものが作られて文化圏としてスポーツに発展していってるんじゃないかっていう点でスペイン内戦について調べたんですけれども、まあ、ゆくゆく進んでいくにつれて着目する点は日本の国内で留めておこうという結論になったので、参考文献として掲載されていますという回答で、はい、参考文献というのは基本的にはあ、そうです、消し忘れてたんですけど、内容の中にこれを元にっていうので、はい、唐突にいきなりスペイン内戦とも見せてるから、はい、誰がコミュニティ論を研究したんだと思います。はい、ずっと消そう消そうって言ってたんですけど、ちょっと忘れてたので、はい、はい、ありがとうございました。大変流れが良くて、更新が非常に綺麗で分かりやすい発表だったと思います。質問は1点、流れとしては、コミュニティが足りない、アメリカだったら教会が、だからでも足りないものはしょうがないからなんとかその代替を作ろう、で代替として注目したのがスポーツ でじゃあスポーツ本当にうまくいくのか、それを確かめるためにサッカーの事例を見ました、それはうまくいきそうだ、じゃあ球で何ができるか、ツーリングだね、これが大きな流れですよね。でサッカーはチームスポーツですよね、ツーリングは個人スポーツですよね。この差が知りたい。僕が自身がそうなんですけど、チームプレー嫌いなんですよ。で見る場合もチームプレー嫌いなんですね。サッカーとか見ないんですよ。個人競技が好きなんですね。で個人競技の場合ってコミュニティ気づきづらくないかっていうのが一点あるんですね。で皆さんは参加っていうところまで踏み込んでるんで、ただ見るだけの話じゃないよっていう返しはよくわかる、よくわかるんですけど、それを踏まえた上で、成功事例はチームプレー、皆さんの提案は個人プレーですよ、ね、この差について何か考えていることがあれば、差はなんかないよっていう、回答でもいいんですけど、この差をもし何か考えていたらお聞きしたいなと思います。ありがとうございます。今回はチームプレーがどういうサッカー、個人プレーっていうサイクリングっていうのはもちろん分かります。まあ、サッカー、今回着目した観戦っていうのは、もちろんその陸上競技とか見るのももちろん観戦なんですけれども、観戦っていうものじゃなくてそこにクラブがあることから生じる、ステークホルダーがガラッと増えていく状況で考えてます。で今回のサイクリングっていうのはサイクリングを決してするわけじゃないんですね。サイクリングをされる方々のアプローチっていうのに多摩はすごく最適な場所なんじゃないか、また多摩っていう地域にはそのバックアップをする人材が揃っているんじゃないかっていう点で着目しました。なので、基本的には関わるという形では変わらないです、スポーツに対して。ただそのきっかけがかなり個人か団体なのかっていう違いだと思ってます。なるほど。それだとなんかただやる場になっちゃないかと思っちゃったんです。やっぱりこの帰属意識ってなった時にはそのクラブへの帰属、チームだからこそチームとして戦う相手がいて、多摩の代表として戦ってくれる、だからそこに帰属意識が生まれるんじゃないかなと私が思ってしまって、多摩の場所貸しだと確かに大会の運営とかで参加っていうことは促されるとは思うんですけど、なんだろう、多摩への帰属っていうところになんか薄弱にならないかなと。でも私はあんまりスポーツがに本当に関心がない方なのでちょっと全然憶測なんですけれども、ちょっと思ったんですけれども、なるほど、分かりました、ありがとうございます。補足しますと多摩になるんじゃないかっていう話に関してはですね、さっき最後の方に多摩の、サイクリングのロードモデルっていう話をしたと思うんですけど、そこがもちろんこういう自転車のカフェも八王子にあるんですね。でそういうのであったりとか、この八王子の自転車をメインとしたカフェ等が基盤となって、またこの次にお話しする多摩のポテンシャルのサイクリングロードっていうのがポテンシャルになって、我々の住んでいる町にはサイクリングに来てもらうきっかけがあるんだ、で来てもらった人たちは我々アプローチをする役割があるんだっていう考えの情勢ができたらいいんじゃないかなっていう、考えです。特産品みたいな感じ
まあ、あの 食事で言ったら特産品みたいな。まあそうですね、一応。で、その前の事例がそのヤンピョンとかする海外は自転車をきっかけに来てるんですね。観光きっかけじゃないんです、ね、っていうのが我々の考えです。わかりました、はい、わかりました。もしかしたらあの私が最初聞いた時捉え違いをしてたかもしれません。非常によくわかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、実はあの私愛知県なんですけれども、愛知県に宇都宮というところがありまして、あの多分こう行ったことはないんですけども、海沿いかなんかでサイクリングツールドフランスではなくてツールド宇都宮みたいな、あのそんなイベントをやってらっしゃる企業さん あのそのイベントに対する保険の担当したことがあるんですけども、あの毎年毎年参加者が何百人だったか千人だったかなんかそれぐらいいらっしゃったと思うんですけども、あの名物になっていて、あの楽しみに参加される方が多いと思うんですけど、まあ、それは本当にツールドフランスにあの寄せてきたツールドうつみみたいな感じなんですけど、そこまではいかない本格的な自転車でこう競技をするような感じではなく、でもあの旅行よりちょっとこう体力を使う自転車を使ったなんかそういう形ってことですかね。だから今までにない、今までにケースのないあの形なんでしょうかね。ご質問ありがとうございます、確かにそのツール・ド・フランスだったりそういう競技面的に あの観光の、目的ではないんですけども、本日はその高齢者をどうボランティアに参画するかと考えた時に、まず、チャリカフェにヒアリングに、実際に、行きました。でその結果チャリカフェ その自転車をモチーフにしたカフェで そのボランティアっていうのはやっぱり専門知識を持っていないとやっぱ厳しいっていう意見があったんですね。でその中でですね、じゃあ何に関してボランティアを活用させるかって言った時に、その多摩のその観光資源に実際にそのボランティアをですね、あの実際に派遣、まあ言い方悪いですが派遣していただいて、そこでですね、あの中間発表の時にですね、あの琵琶湖のあの先行事例を出したんですけども、まあ、そのプラスアルファのそのサイクルツーリズムということで、そちらの方をしているので、そのスポーツというよりかはそのボランティア参画、高齢者ボランティア参画に取り入れた、観光型のサイクルツーリズムだったまでは、まあ、名前を言いますと、ツールドタマっていうような感じの提案にしたかったっていう形ですね。はい、なんでかっていうとイメージできないところがあって、あの私小さい頃にあのネオの里であの3人乗りだとかこうなんて言うんでしょ こう安定したあの自転車でのね、あの車輪はついてますけども安定型 あのサイクリングができるような、そんな自転車がたくさんいっぱい種類があって、それをあの楽しんだっていう記憶があるんですけど、やっぱりそういうなんかこう実際にある自転車の写真とか、あのいかにもその競技用の自転車みたいなのがこう写真に写っていると、ちょっと高齢者とその自転車とか全然こう結びつかないっていうところがあったので、あの、まあ、具体的にその乗り物自体の何かこうイメージできるもの、安定感があって高齢者でもあの見るだけではなくて乗ることもできて、そんなに長距離じゃなくてルートがこんなルートがあったりとかっていうのだとすごくイメージできるかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ時間もございますので学長いただきたいと思います。まさにこの地域では皇居前を一周してランニング行く人がね、なんとか聖地化してる地域でもあるわけですけど、その皇居一周ってやつも始まってますよ。で次第にできてきたんだよな、つまりシャワー浴びたりさ、そこで休息したりするようなステーションがね。でここであるレンタサイクルステーションっていうのがね、多分これをプロジェクト化できるかどうかのさ、さっきの自転車カフェの時でね、例えばシャワー施設だとか、場合によってはそこにやってきてサイクルツーリズムを楽しんだ人が休息していく、まあ極端に言うなら温泉施設みたいなものとかね、そういう何かさ、聖地化可能かっていうのがここ非常に大きなポイントだと思うんだよね。東京オリンピックに絡んで、この地域にそのサイクルスポーツのメーカーっていうのがさ、その聖地化するような流れを作っていくっていう方向感としては大変いいことだと思うんだよね。その何かそういう一つのエッジの立ったものがないとさ、
いけないっていう意味でここに焦点を持ってきたっていうのが面白いと思うんで、もう少しそのいわゆるその、シンボリック施設っていうんですかね、そういうものをどういうようなものをね配置していったらこのプロジェクトがね実装化できるのかっていうことが大きなポイントになると思うんだね。つまり要するに例えばスタジアムなんかを持つようなタイプのスポーツ、サッカーなんかだったらさっきから指摘されているように、例えばスタジアムに人を入れるっていう形でチケットを売って金を取るっていうさ、人がいっぱい入ればそれなりにねプロジェクトができるっていうのはその見通しが立つんだけど、こういうのっていうのは例えばしまなみ海道も含めてね、あの極端に言えば入場料を取るわけでもないだろうしさ、自由にあのスポーツを楽しんでてくださいっていうことになる。そこで埋め込まれたさ、聖地化するプロジェクトのファシリティがね問われてくると思う。その知恵がねこれから非常にこのこれを発揮させるかどうかポイントだと思うんだね。ただし今日ねこれ聞いててさ、これ 1,2,3 とか 3本この方向を聞いたけどね、次第に繋がってんだよねこの方向の頭が。例えばそのソーシャルキャピタルとしての、ね、スポーツっていうところに焦点を持っていきたいと。で具体的なコンテンツがさ何なのかっていうことについて、この広告の中にこうシナジーが見えてきてるっていうのかな、そういう方向感でだん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 この他のチームとのあれともよく取っていけばさ、整合性とっていうかね、これあのまた来年でもあの例えば今度は多摩市だとかさ新金だとかのその連携の一つの具体的なテーマとしてね、これをプロジェクトが実装化するためには少なくとも例えばこういう施設を作りましょうというような計画が見えてきて、でそのためには例えばソーシャルキャピタルなんだから、そのいわゆるクラウドファンディングでさトライかけてその施設の金を集めてみるだとかね、そういう方向感にいったらリアリティあるよね。もうできなくもないなっていう気がするぐらいのさリアリティが出てくるんだと思うんだよね。でそういう方向でさこのもう一歩踏み込んでつなげるレポートにまとめてはい、ありがとうございました。